松並、有能コメント。10年監督やれ。有能指揮官のコメント。広島に3試合連続完封勝ちという素晴らしい試合を行った、ドラゴンズの立浪監督が記者にコメントした。2年ぶりに貯金2名、そんなことあるんですね。と1点を守りきった投手陣をねぎらった。中継ぎ陣の系統について、本当は勝野で行けばよかったが、広島はいい左打者が多い。斉藤にも用意をしてもらっていた。よく頑張ってくれた。とリリーフ陣についても振り返った。今後、横浜との2連戦について、2塁に田中が入ってるのがポイント。最小失点に抑えないといけない。広島に3立てして、首位と 0.5 ゲーム差の監督。岡林と中田とビシエドがいないのに、この成績。即戦力が3人いないのに A クラスやぞ。外野は上林と三好がマジでようやっとるぞ。カリステにはマジで助けられてる。ほぼ全てを守ってくれるの有能すぎ、すごく頼りになるよ。立浪は最高の指揮官だと最近気づきました。2年連続最下位からの単独2位のどんでん返し。淳とベンチで話せるのがいいんやろな。2軍監督の時はダメだったけど、1軍ではタッツの話し相手として覚醒したな。ガンバ。淳も、ちゃんと仕事はしてんねん。立浪終身名誉監督。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。